大幅遅延と価格高騰に我慢の限界に来ているのをご存知でしょうか。今回詳しく見ていきますが、靴を選んだのが間違ったのかは、今オーストラリアが気づいたと感じています。日本は年に一隻建造していますし、大ゲイ型潜水艦も進水式を得て、新たな通常動力型潜水艦を建造しています。フランスって、そんな国だったのかなと感じています。オーストラリア海軍が現行のコリンズ級を代替する新型潜水艦の導入を決定したのは実に2016年4月のことであり、もうすれそこからに5年近い歳月が経過しようとしている。ご存知のように、そこでオーストラリア海軍が採用を決めたのはフランス湾であり、フランス本国では原子力推進型の潜水艦であるシュフラン級を通常動力型に改めたものだった。この時に選考の対象となったのはドイツの214型を4000トン級まで大型化した216型潜水艦、日本の総流型ベースの艦の3種であり、一時は日本優位とも言われたが、実現に至らなかった。オーストラリアは、国内の雇用維持を、この潜水艦計画の建造にも、見込んでおり、完成品の輸出を期としていた日本側とは、折り合わなかったとも言われるが、真偽のほどは明らかではない。オーストラリア海軍は、現状多くの装備品をアメリカから調達していることもあり、同様にアメリカ型の兵器システムに準拠している日本の総流型をアメリカ自体も推奨していたとも言われる。こうした経緯から、日本では戦後初の防衛装備品輸出化と期待が高まっていたが、オーストラリアが下した決定は通常動力型潜水艦建造の実績はなく、いわば机上論論と思えたフランス案だった。紹介が遅れたが、オーストラリア海軍の新型潜水艦はアタック級と呼称され、2016年のフランスとの契約時点で、総数12隻を約4兆円、つまり1隻あたりでは、約3300億円で調達する予定とされた。当時、オーストラリア側は、日本に対し、その2015年時点では日本でも、建造途中であった、総流型11番艦、オウリュウと同様の、リチウムイオン蓄電池搭載艦を要望していた模様だ。ちなみに、このところ、毎年一隻ずつの潜水艦建造をコンスタントに進めてきた。日本でも、リチウムイオン蓄電池搭載の、オウリュウからは建造費用が、3割ほど上昇したが、それでも、約660億円に止まる。この時、日本側が、オーストラリアに対して、どの程度の費用を提示したのかは不明だが、自国での約660億円という額を見れば、どう考えても、フランスほどの費用ではなかったと思われる。それどころか、建造計画自体の大幅な遅延とともに、実際の費用はさらに、高騰し続け、2020年中頃には、総額約7兆円、1隻あたりで、約5800億円もの金額に達しており、これとは、別途に維持費用も発生する。さすがにここまで来ると、アタック級潜水艦計画自体が、抜本的な見直しを、迫られるのではないかと危惧してしまうが、
幸か不幸か。2021年1月時点ではまだ続報は聞こえてきてはいない。ちなみに本国のフランスでは原子力推進型のこのシュフラン級を2006年時点で6隻建造する計画が承認されており、その総額は現時点で約9900億円、1隻あたりは約1650億円に相当している。フランスでもシュフラン級一番艦の収益は当初2016年とされていたが、大幅に遅延しており、2019年9月にようやく竣工を迎えたものの、未だ収益の方は聞かれずといった状況だ。オーストラリア海軍が日本の双竜型を選択しなかった一因の一つに、日本人の体格に合わせた作りであり、ただでさえ大柄な。オーストラリア軍の乗組員にマッチしなかったという説もある。確かにそれを言われれば、フランスやドイツ側に有利に働いたと考えられなくもないが、それにしてはオーストラリアの選択はスケジュール的にも予算的にも犠牲とされる部分が大きすぎるだろう。そもそもオーストラリアは第二次世界大戦時の日本との戦争以降、その地理的環境ゆえに他国からの深刻な脅威を受けずに最近まで歩んでこれたという実に恵まれた状態に置かれていたのだ思える。その上でこれは日本も同様だが、中国を最大の貿易相手国として蜜月な関係を続けてきたが、中国の南シナ海への進出、新型コロナウイルスの蔓延とここに来て行き過ぎた中国依存に気づき始めた。オーストラリア海軍のアタック級潜水艦計画が物語るのは、ある程度兵器を自国で製造可能な状態に保てなければ他国からの購入に依存する。他はなく、ともすれば危機的状況に直面しかねないという教訓だろう。同様に他国からの潜水艦購入の方法を模索し続けていた台湾は、その手法が取れないことに見切りをつけ、ついに困難な自国での建造に着手したが、こちらの道も険しいとは思えるが、ぜひとも成功を願いたい。台湾は中国が自国領だと主張しているため、オーストラリアや日本以上に危機感を感じている状態だが、中国との関係悪化を恐れてこれまで積極的に支援する国家はほとんどない。日本でも中国の軍事的脅威は叫ばれているものの、巷にはスマートフォンからタブレットなどの通信機器をはじめ、そこかしこに中華製品はあふれかえっており、逆に依存度は高まっていると警戒すべきだろう。